なんか話したらいいのかな。ね、昨年のドラフトを経てね、今日こうやってね、みんなの元気な姿を見れて、本当に嬉しく思います。まあ、ちょっとね、慣れない環境だと思うんだけど、まずはこのプロとしての環境に慣れて、しっかりとした体作りをしてほしいなと。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。そうですね、この自分抜いて5人のちょっと一緒にできることを楽しみにしていましたし、ライオンズに入ることを楽しみにしていましたので、楽しみという気持ちとこれからやるぞという気持ちで取り組みました。野球に必要なものを全て、もう一度一から鍛え直したいと思います。まあ、最初は不安ばかりでだったんですけど、練習も、どんな練習になるか予想もつかなくてきついだろうなと思ってたんですけど、本当にきつくて、明日も頑張ります。基本的に基礎体力 と下半身と体幹本当に弱いと思うので、そこを重点的にやっていきたいと思います。寮ということでちょっと最初は不安あったんですけど、先輩方が優しかったので、一生懸命練習やろうと思ってました。やっぱりキャンプをしっかり全力でやれる体力と、この1シーズンの戦える体力をしっかりつけて臨みたいと思います。高校の時はあんまりアップとかが長くなかったんで、プロに入って今日初めてのアップで、やっぱりそのアップの大事さっていうのが改めて分かりました。やっぱり長距離を走れる体力と体幹と、あとはコミュニケーションの取り方も学んできたと思います。年齢的に一番上になるので引っ張っていかないといけないと思ったんですけど、全然体がついていかなくて、逆に引っ張ってもらってた初日になりました。まず怪我をしない体にするっていうのが一番にして、あとはこの一緒の6人で最後まで乗り切れればいいなと思ってます。寮生活は今年で10年目なので、だいぶ慣れたものがあるのでそんなに不安はないんですが、あとは練習を自分なりのペースでやっていければなと思います。やることはそんなに変わらなかったんですけど、一つ一つ意識の違いがあったりして、そういうのにまずは慣れていきたいなと思います。試合は長丁場なので、乗り切れるだけの体力をしっかりこの自主練でつけて、キャンプ試合に臨んでいきたいと思います。